日本全域に新幹線を敷き詰めて B 級クラスの都市を結んでやろうという全国新幹線鉄道整備法。その心意気だとか行動だとかやよし、2024年春には北陸新幹線の金沢から敦賀が開業。一方で北陸新幹線延伸の旅 JR 線はことごとく山積化されてきました。それは2024年春の敦賀延伸でも同じで、北陸本線はだんだんその姿を消すことに。なので早いうちに今の在来線を山積区間ひっくるめて拝みに行きましょう。東京から日帰りで。というわけで今日は中部地方をぐるっと取り囲む日です。では行きましょう。あ、無論新幹線は NG で、ですが特急は使うべき時に使います。あと今日ね、隅田川花火大会が開かれるんですよ。それでなんかうごうの衆を回避したくて、そしたら開始0秒でリアルうごうの衆が完全に繰り広げられていました。えらく幸先悪いです。好き放題ウェブブラウジングしてたら体内洗浄系の広告が出てきた時くらい悪いです。されど心にアドブロックのフィルターがかけられない。さらついたわだかまりを抱え込みながらも、まずは高崎線の始発で高崎まで。あの時もあの時もついでにあれとかあれとかに乗りに行く途中でも乗った。懇意という言葉ですら生ぬるい、つぶつぶの出来合い列車です。などと熱弁を振るってたら、壁に描かれたペンキンから白い目で見られましたので、開業140周年を迎えた高崎線へとかけましょう。今回乗るのはグリーン車。8月31日まで、JRE ポイントとグリーン券を、普段なら600ポイントのところ400ポイントで交換できるので、里に群がるありのごとく、恩恵だとかをペロペロ舐め回しにかかろうと思います。っていうのは半分建前で、本当はレポート課題が終わってなかったので、グリーン車で少しでも腰を据えたかったからです。教育5時13分、上野を出発。この上野駅の跡地には江戸時代、寛永寺の下っ端人たちこと下寺がひしめいてました。まあそれは駅設置時に僧帽たちに立てついて解決したのですが、問題はもう一点、駅が設置されるより前の段階で、区会議事堂と小学校の建設予定があったのです。あと、シンプルに地域住民の営みとかもあったので、下役、当時の台東区の一部はひどく揉めました。これに対し井上勝鉄道局長は、うるせえ金は出すから土地巻き上げろと、金と権力に物を言わして、上野駅の工事をガシガシ進めたと言います。権力を傘に来た人こそが最強っていうのは、3000年近く前から今まで変わってないのだというのを、一睡もしていない私の脳みそにさえも、そこはかとなく焼き付けられました。あ、今回は、18切符が使えるところはそれで、使えないところは、適宜切符を用意して乗り継ぎます。とりあえず、越後湯沢までは18切符で行きます。グリーン車は朝からすこぶる活況で、赤羽駅でも結構乗ってきます。2階席は、すでに1列ずつ埋まってる感じ。宇都宮線の3分後を高崎線がストーキングしてるおかげで、そして誰もいなくなったホームを立って、列車は、わらびの辺りを通過中。面積が5平方キロメートルと日本一狭い市なのに、人口はご立派に 7.5 万人も抱えている。ムスカが見たら猿みたいな声を上げて喜びそうなほどの過密都市です。そんなわらびは、ベッドタウン化した現代のみならず、中山道の宿場町として繁栄を見せた頃も、東京、江戸との結びつきは強く、わらびでは、江戸時代から続く織物が、その名を馳せています。起源は、とある徳川家康信者の夢の中に家康が現れて、旗屋をやれと仰せつけたから、ともかくそれで考えた青島が江戸でバズったので、2本の良い糸を用いた双子織を開発。明治時代を中心に、商人のお墨付きを得て、わらびは、織物の町となりました。夢の中の家康がこの壺帰って言ってたらどうなってたんでしょうね。なんてとは言いませんが、西川口を凌駕してたかもしれませんね。大宮、近くにある、でっかくて偉い見合いの氷川神社が地名の由来です。今では、新幹線の方が神格化されている気がしますが、それは突っ込まないことにしましょう。で、ここいらで、ネームバリューと路線長とを欲しいままにする東北本線、宇都宮線とお別れです。しかし、高崎線の方が開業が先というのは、周知の事実。なんなら上野にとどまらず、品川から前橋まで線路を敷くぞと豪語していたくらいでした。ただし、最初に寄港したのは、そのうちの埼玉県内、川口から熊谷まででした。計画段階では、品川から前橋のうち、川口、熊谷で、それぞれ工区を3分割していたのですが、そのうち、川口から熊谷の 50km を開通させておけば、戸田川の水運を使って、すでに敷かれている東京から横浜の線路に接続できる。接続を考えるなら、川口から品川まで敷くのが一番手っ取り早いんだけど、距離は半分もないというのに、川口から熊谷を敷くよりも金がかかる。じゃあ先に川口から熊谷を敷いて、残った区間は後でこさえようと考えたのです。いわば、埼玉県内の高崎線は、ほとんどチュートリアルみたいなもんです。ちなみに、品川から川口の区間なんですが、当初は東京北部をぐるっと回り、板橋、荒川に出るつもりだったのですが、その区間は地形がボコボコだし、資金繰りも危ういし、何よりすぐには作れんと、突貫工事に脳を支配されたせっかちな何がしが漏らしたので、障害物も少ない上の王子、赤羽経由のルートが採用されることになったといいます。北の玄関口だと大口叩いている今の上野駅は、
そんなおあつらい向きの妥協として作られた感じです。からの上げを高崎線が上野から熊谷まで開通した当初から存在していた駅です。この上尾駅を設置するとき、駅の位置がちとばかし微妙で、中山道とのアクセスがうんこだったので、鉄道開業前に、駅と中山道をつなげる道を作ろうとなりました。文明開化を歌ってるくせして、結局旧街道ありきじゃねえかというのは置いといて、信仰もご利益もあったもんじゃないかのような風で、駅近だった氷川桑神社の一部をぶっ壊して、新たに道を作りました。昭和時代になって、東口道路とかがだんまり整備され、駅前の開発も順調に進んだ現在、上尾駅は、西湖山の名誉に泥を塗らない程度には栄え、快速アーバンの停車駅にもなっています。同じく、快速停車駅にして、西湖山の駅、鴻巣の町を出ます。年1回現れる伝統的ロリコン、元井ひな人形で有名です。私も幼女なので、とりあえず鴻巣通っておけば、ひな人形の過去くらい受けられそうな気はしたんですが、肝心のレポートは、おぞましいほど進みません。眼前には、新幹線の線路と秩父鉄道が見えてきました。もうすぐ熊谷です。ヒートアイランド現象で温められた海風と、山からの風が温められるフェーン現象のせいで、ゲロ圧ダブルパンチを食らう熊谷とは対照的に、私の方は一駅ごとに焦燥感のヒヤヒヤが迫ってきてます。ヒーあとしっこ出そう。全然トイレ開かなくって、グリーン車でブルーになりそうで、モンスターペアレント並みにけたたましいお腹と、一向に開かれない家電のそのとで感情がぐちゃぐちゃになり、自我を取り戻した頃には群馬県。ここは、高崎の二駅手前、新町。1883年12月開業と群馬県一古く、また、大都市こと高崎市の一角を占めていますが、何にしたって影は薄く、藤岡市との不仲の末、高崎市と合併して生まれた飛び地なので、高崎という表札はどこ吹く風で、群馬だわって感想しか出ません。で、ここから高崎までが、1884年5月にできた高崎線ラストの開業区間、無論おめでたいので、天皇を拉致ってきて、5月5日に開業式を行う予定でした。ですが当時、高崎のあたりから、反幕政府をぶち転がそうといううちに飢えた動きがありました。警察は、その血の匂いに気づき、お召し列車の運行室とも開業式が延期に。それでもボートは、中止になったことなんて知らず、のんきに集まったのですが、何もしないなら帰れという思考には至らず、とりあえず、そこら辺の建物を破声しました。スチームに転がってるシミュレーションゲームかよ。とにかく6月に延期された開業式は、無事に取り行われたといいます。ちなみに当初、上野から高崎までは、時速 30km 程度で4時間。今となってはその気になれば、時速 120km は出せるし、この電車だって100分で高崎までたどり着いたので、文明の進歩とスピード感と、そこはかとない鈍行の矜持を感じます。しかし、文明が進歩したからといって、人間の脳みそが進化するとは限らず、課題は、終わる気配すら見せませんでした。泣いた、あるいは、冒頭のそれって、怠け者の足から鳥が立つを体現していたのでしょうか。心の奥底に、若干のよどみを抱えつつも、県庁所在地の何枚もしゃしゃっている、群馬県最大の都市、高崎に到着です。北陸行くなら、新幹線に乗れと言わんばかりに、ご丁寧に、新幹線乗り換え口が、これ見よがしに掲示されていますが、浅ましくも、私が吐くは、高をくくった在来線縛りということが、新幹線に乗るわけにはいきませんが、せめてもの活力は胃袋に入れようと思います。というわけで朝食そばです。この麺と出汁とトッピングから得られる多幸感は、何物にも代え難いです。何物にも代え難いとは言ったんですが、最重要な次の列車の発車まで、あと7分しかなくって、自分の無計画の露呈を上塗りするかのように、そばをすするというよりかは、煽って完食しました。それでもさすが JR クロス、美味しかったです。ごちそうさまでした。お次、上越線に乗ろうね。同僚の205系が、鶴見線などの首都圏から排斥を受け続けているにもかかわらず、211系は高崎の座から退く気配すら見せません。高崎とかいう、験担ぎをいいことにだるまをしばらく失念させておく、グロテスクがまかり通る地を出て、目指すは、谷川岳の手前に佇む温泉街、水上。じゃあ乗っていきましょう。あと、意外と余裕あったね。そば煽りにひた走ったの、なんかもったいなく感じてきたな。ってわけで7時11分、座席が埋まり、立ち客も十数人、若干の混雑を携えつつも、高崎を出ます。一駅目に泊まるは高崎富山町駅。2004年にできた若造の西岸駅です。しかし1日の乗車人員は3650人と、一ノ関や塩尻とかに対してすらマウントを取れる立派な駅です。この高崎富山町は、1967年に商社が170ほど群れて、日本初の商業団地を作り上げたのが形成のきっかけ。それからは、上波のように、証券だの人間だのを飲み込み、挙句関越自動車道まで開通してきたので、ヒカキンの新居の壁くらい鼻もつも高く、1999年には駅設置が決まったといいます。開業初年度はたかが1000人も乗ってこなかったというのに、出世ぶりは目を見張るものがあります。群馬帝国なるそしりに対して怪盗ランマを立つように、快速アーバンやら、別に何の名札もつけてない高崎線直通やらだって、平然と上越線やら両毛線やらにとつっては、首都圏フェースでブイブイ言わしてます。
さて、上州の群馬と越後の新潟を結ぶ上越線、全通自体は昭和6年ですが、群馬と新潟を結べという運動はそれより遥か昔の明治時代からありました。満札から諭吉を追い出す気満々のあの渋沢栄一が、上田から直江津まで線路敷くと、井上勝鉄道局長に嫁ったのが全ての元凶。当時は中山道ルートで東京と神戸を結ぶことに血眼だったので、栄一はその途中の上田に帰省するつもりでした。鉄道局長は乗り気じゃなかったけど、中山道経由の鉄道の物資を運ぶべく、直江津から妙高高原の手前あたりまでは開通。それが1886年のこと。それ以降、新潟に線路を伸ばせという動きはますます盛んに。例えば1887年、前橋を中心とした群馬県と新潟県の連中が上越鉄道会社を設立。鉄道会社だと触れ込んではいますが、上越国境に線路を敷くと政府に褒めるのが仕事でした。とはいえ、測量、需要予測は入念に行い、あらかた資料だってございました。その資料をもとに1888年、線路を敷かせると内閣に駄々をこねたのですが、ピッピッピッ、ペンシン、クー、ダッサッピだけ虚しく響いて、音沙汰はなし。なんかムカついたので、翌年もう一度騒いでみると、今度は返信が来ました。鉄道局長は、どか雪だし地形はチンコだし、工事も運行もゲロムスなどと見かし、群馬、新潟知事の意見でさえも、上越国境と強権パワーで握りつぶし、線路を敷くことにぞ許しませんでした。結局、新潟県内の鉄道第2弾を考えようと、思い腰を上げたのは、何年も経った1892年、帝国議会が、新潟エリアの米、石油の輸送、それから軍事的な物に目をつけたのです。その時に交付された鉄道敷設法には、直江津か豊中前橋と新潟、柴田を結ぶべさ、などと書き殴られていました。そのうち、前橋と新潟を結ぶルートが、今の上越線に当たります。その上越線ルートは、軍事的にも輸送量的にも、めちゃくちゃ便利ではありました。しかし当時のケチな帝国議会は、上越国境に金を出し惜しみして、除雪費も建設費も安いし、利益も割合出る新越線ルートに魂を売ったと思います。当然群馬県民は、そんなの指を加えて見物してるわけにもいかないので、上越鉄道上越鉄道とよもすがら抜いて、松岡修造かおまけの名ついて、あまねく人々にその名前を知らしめました。そのついでに、前橋スタートじゃなくて高崎スタートに計画を変更しました。旗を振ってやったはずの前橋の連中からしてみれば、大パン必死ですが、高崎には県庁誘致で破れた過去があるし、何より高崎スタートなら利根川を渡らなくていいもんだから、言うものに出ません。それで上越鉄道設立の仮免許証は出されたのですが、ちょうどその頃日清戦争と和解に、設立していいよと言われたって、鉄道会社に株を出す人も少なく、さらには不況気味で、1900年、会社もろともその計画がぶっ壊れてしまいました。私のスマホと同じくらい、盛大にぶっ壊れました。しかし、軍事的、産業的に重要だっていう事実は、誰が何と言おうが、完全に横たわっていたので、政府禁制の上越線を敷くことになりました。ってところで、岩本に到着です。向こうには鉄道はおろか国道すら通っていない昭和村の集落が赤城山のふもとで戯れてます。日本一のこんにゃく芋の産地な上、高原野菜もたらふく取れるので、関越自動車道のインターとサービスエリアが我が物顔で鎮座しているという事実すら棚に上げて、日本で最も美しい村連合に顔を並べてます。利根川の向こうの栄誉は、小臼家の国の急峻な山々を縫う211系からしてみれば知ったこっちゃなく、言うほど速くもないスピードで沼田へとにじり寄ります。ってわけで、際立った位置に城があるおかげで、天空の城下町などとも呼ばれている沼田を出発。途方もない坂道に汗を垂らしつつ、体力と15分を浪費して駅から歩いてみると、真田氏とかが偉い顔してた沼田城跡があります。毎時一本の電車に加え、毒づきたくなるレベルの坂道とで、下手したら群馬帝国の難民になりかねないですが、それゆえの一級城郭だってことを考えながら行ってみると、足軽になった気になります。ふらっと群馬旅するときには訪れてみたい。新幹線の縄文高原に近いというのは上辺だけで、実際は30分以上歩かされる五感駅、平安中期に村上天皇が良き月夜かな、などと仰せた夏目漱石が七天抜刀しそうな月夜のエリアを出て、ラストの水上駅に向け、沼田盆地のその先へと突き進みます。自然の雄大さをありのままで迎え入れる気概もなく、私含めてカメラのレンズの外に向け、列車でさえもガタンゴトンというよりかはギャロリギャロリという音を聞きませて、利根川もだいぶ中流のどかな温泉郷まで来ました。終点の水上では先頭車両への大移動に始まり、到着直後には乗り換え客が古戦郷に退去する、いわゆる水上ダッシュをリアガオでもご覧に入れることができます。まるでシルクロードに万物がひしめいたように、あるいはゲルマン人の方々がそうしたように、文字通りダットのごとく次の長岡行きの列車へと皆様方がかけていきます。この駅ヤシの実どうすべき。ちなみに私は先ほど書き殴ったようなことを能天気に考えていたので、座席確保が論外です。ヤシのくくりにはこんなクソ動画にこんなクソ文章を綴っている私も含みます。次、上越線の E129系、なんとなんと2両、座席確保が論外です。至極当然であるかのようにごった返し、
座席はおろか、ドア横窓際の確保すらかなわず、温泉街で体と心を洗うなんて概念など吹っ飛び、芋を洗うかのような混雑の中、群馬帝国の出国ソングこと、ふるさと水上で耳を多少潤わせて、8時28分、水上を出ます。さて、明治中期からしけやおらとせがまれてきた上越線の敷設は、よりによって、大正時代にやっと実現。裏日本である新潟と、経済の中心地としてあぐらをかく関東とを結ぶのがその目的。まあ今や日本全体が裏みたいな状況になってますが、全通したのはさらに長引いて昭和時代、国境部分にあたる清水トンネルのせいです。まあ4年あれば終わるやろと国境にナメプをかましていたのも浅はかで、山岳地帯の濃霧の中の測量や想定外の湧き水、断層にもてあそばれ9年もかかったといいます。ただし当時としては清水トンネルは別の意味でも挑戦的で、土木工事としては初めて鉄道に活用機会を用いたというのです。そういう資本、労働力の問題もあって、設立ほやほやの私鉄ごときじゃなく、国鉄直々に敷くべきだなぁと相なりました。そんなノリで開通した清水トンネルは、10km 近い長大トンネルになりました。当時は、堂々たる世界ランク9位という長さで、他の追随はちょっとしか許しませんでした。ちなみにこの下り線が通っているのは、後から開通した新清水トンネルです。そちらは、先輩の天狗花をポキリ通るかのように、13.5km という長さを誇ります。あまりに長いので、何回も何回も、まもなく土だるというアナウンスの空耳が鼓膜をくすぐってきます。それに運でも苛まれて国境の長いトンネルを越えると、全然変わり映えのしないクソみどりでした。普段なら雪化粧でお城を塗る越後山脈も、夏となると雪も減ったくれもないすっぴんです。まあ越後地域の暮らしぶりを描いた鈴木牧師の北越切符でも、都会人は雪から花が顔を出してるよ、春だねーとかはめいてるんだってよ、春みてえなおめでてえ頭してんな、雪国事情なんて知らねえんだろうな、などと供述していらっしゃるので、むしろ国境はこのくらいの温度感の方がいいのかもしれません。車窓は温度差のせいでガラスが曇って正直ケツになってますが、ドアイと土たるで登山客とか鉄道ファンとかをたらふく下ろし、技量でちょうど良いくらいの混雑に落ち着きつつも、18キッパーの鬱屈としたギスギスムードは、しかし国境を越えても変わらず、北北線との乗り換え駅越後湯沢でそろりと下車。ちょうど9時を回ったところです。越後山脈の方から差し込む日差しが眩しいです。っていうのは間違ってないんだけど、普通にめちゃくちゃ暑いです。目の前には足湯があるんですが、ぬくい。これが冷えていたらばと空論に嘆いています。空論ます何かしらのイベントが実行されているのか、越後湯沢でさえも大混雑の様相を呈しています。ごった煮から逃げ惑い、お次は北北線の名古屋追記。懲戒速は懲戒処分を食らいましたが、普通種別はまだ生きながらえてます。普通種別まで消えたら敗戦か。ところで、北北線の発車時刻まで、あと4分もないんですが、じわじわとしっこが出そうで、しかしトイレは4分で行って戻ってこれそうにない遠さで、最後にトイレを済ませたのが高崎線の車内だという中、爆裂放尿チキンレースがおっぴろげられてます。乗車時間の短さをいいことにつけられなかったトイレも、普通種別への統一と時速 95km 制限で、今や越後湯沢から直越は基本1時間半はかかるんだから、ギブミーしっこ、ギブミーしっこじゃねえや、ギブミートイレ。では出発。次は塩沢。確か塩沢までの間に石打ちとかの駅が3つほどあった気がするのですが、無人駅をほっつき歩く JR 利用客の面倒まで、北北線がわざわざ見てやるのはかったるいからか、普通種別もへったくれもないような顔して、3駅皆まで通過します。ただ、一部の列車は塩沢に構うことも厭わしいのか、小生駅にも4駅連続通過、なんて運用もあります。平成の新米路線の癖して、昭和最初期の大先輩駅に歯向かうとは誤釈ですが、北北線サイドだって、敷設計画は、昭和の最初期からありました。というのも、直越近辺の人間は、アプト式、スイッチバック、急勾配が待ち受ける新越線を、ゴミでも見るかのような目つきで扱い、上越線に対して羨望の眼差しを、色眼鏡のレンズ400枚くらい通して向けていました。地元愛が枯渇しきった、そんな日本海沿いの大衆は、1933年以降、上越線へ接続する線路を求めたついでに、鉄道を知らない松代、大島の連中に、鉄道の夢を見させてあげようと思ったのです。で、1937年には、六日町、十日町、直越を結ぶ北越北線が測量されるようになったのですが、その頃日本は海外とバチバチやり合っては、脳汁をドカドカ出すチェスごっこに興じていたので、首都圏と北陸を結んで南部だとか、だから距離は短い方がいいとか、油田がある方がいいとかの理論が浮かび上がります。それで、越後湯沢から鹿渡りを経由して直越まで行く別ルートが考えられるように、そうなると、十日町派の北線と鹿渡り派の南線でごたごた揉めるように、北だと上げつらうやからは経済発展だと、南だとのたまうやからは最短経路だと互いに譲らず、戦後に入ると軍事とは無縁になるので、
資源開発と最短距離を掲げる南線は不利になるのですが、両派とも冷めるどころか沸騰しきって、理事会やら総会やらのボイコットまで出た結果、南線派の義憤なんか見て見ぬふりして、1964年、北線ルートが採用されました。ちなみに南線の方は、北線でほとばりるやろ、という国鉄のしみったれた理論に流され、南線派のキャンサー機と白昼夢も虚しく、お流れとなりました。さて、六日町を出発。上越線区間はここまで。ここから北北線に入ります。本当に18切符が使えないのはここから、というのを知ってか知らずか、それとも地元利用か、2両に、わずかばかりの混雑を乗せ、線路は西へ、単線へ。さて、やっとこさ着工された北越北線ですが、その工事も国鉄の赤字に手をひねられ、1980年にはあえなく中断されてしまいますが、第三セクターとして生き残ることを決意、そしたらお国が高速列車を走らせるから北北線は高規格にしろ、などと、工事を手放したくせして、朝礼誤解のざれ事を発し、非電化だった計画にめちゃもんをつけました。しかしそのおかげで、開業後、特急白鷹というドル箱片手にうはうはだった北北線。その白鷹も新幹線開業までの分断に過ぎず、せしめてきたあぶく銭が収入の9割を占めた特急の廃止以降、自利品となり、仕方がないので代わりに超快速を運行して、北陸新幹線経由よりも安いのをいいことに、上越新幹線とタッグを組むも、某大学のアメフト部が信奉していた植物ばりに、北北線は白鷹に依存してきていたもので、爆速以外何の取り柄もない超快速は2023年で廃止、最高時速も軒並み 110km から 95km に。このモグラ駅、三佐島を高速で通過する列車も名物だったのですが、高速も通過も消えた今や、嫌にひんやりした空気だけが今の三佐島には漂っています。もはや弱小施設になり下がった北北線ですが、超快速廃止後も値を上げて値を上げるつもりで、令和10年に 10%、20年に 10% 上げるねと画策していた運賃計画も、今年、令和5年に一気に 20% 上がることになりそうです。ただ、億単位の赤字を叩き出している中、このまま白鷹の貯金をノーノーと使っていたら、資金が底をつきました。ゲームという状況に、2040年までになる様子です。とはいえ、開業ほやほやの頃は JR クラスの運賃だったのが、普通の三席クラスの運賃になったといえば、言葉のあやと両親にたしなめられたようで、なんとはなしに同情できるものです。飯山線との乗り換え駅、十日町で、そこそこ乗客を降ろし、お次の松台へ。ちなみに余談なんですけど、北北線は、時速 110km の座こそ奪われましたが、お前らとは違って、素直な直線区間が多く、最高時速 95km の今でも、普通に速いです。しかし、栄光たる特急の存在を忘れることはできない様子です。ここは松台の道の駅。白鷹が消えた1年後、2016年の春に置かれた記念碑だそうです。本当に記念碑なのかは知り由もありません。田滅菅滅の押しつ押されつの難工事、鍋立山トンネルに程なくして突撃し、国道からも集落からも離れにあるというのに、よりによって3階にホームを作り上げた。どうせアクセルとペダルくらいにしか使われない。ドライバーさんの足に大変優しい駅、北北大島を出ます。するとまたトンネルに入ります。7割方トンネルに支配された路線の運営で、裏瓦、土地の利便性が沈下すぎて産業を起こせねえと、大正時代に首輝鉄道なる軽便鉄道が敷かれた場所。大正末期には主に旅客で、第二次世界大戦では主に貨物でウハウハな鉄道も、人件費も資材もインフレし、旅客輸送が盛んになっても叩き出されるは赤字。トラックバスなる資格に取り囲まれ、経営の合理化を推し進めたけど、1971年に廃止。北北線が開業したおかげで、四半世紀ぶりに、この首輝平野に鉄道が戻ってきたのですが、その北北線も泥沼に入り浸って、なかなか抜け出せないというのは、先ほどまで語った通り、一方の私は、寝不足がここに来て語り、一駅ごとに泥のように眠りこける始末。HK100 型のデカブツなスペックも、デカダンの象徴と化した今、新越本線に突撃したら、申し訳程度に黒い駅を通過し、かすれたプライドを携えて関川を越えます。一部の水は、ナウマンゾウの化石を湖底から略奪してきた、あの長野県の野尻湖から来ています。そしたら、すぐ直越に到着。新越線と北陸本線の中継地点だったここも、北陸新幹線の延伸に伴う山積化で、ものの見事に性格の違う3路線が集う、大変やかましい駅になりました。その中でも、機動車のエンジンたけらせやかましいのが、越後ときめき鉄道の日本海翡翠ライン、マイナス3分、プラス55分乗り継ぎという、悪ふざけみたいな乗り継ぎが頻発する直越ですが、今回の乗り継ぎ時間が2分と、息つく暇もない怒涛の制限時間が仁王立ちしていました。ってわけでここからは元、北陸本線区間です。10時45分、直越を発車し、さらに西へ。で、この北陸本線なんですが、新幹線が来る前は、直越から、富山、金沢、敦賀を経て、米原まで向かう路線でした。距離にして 353.9km と、その長さは、
東海道線の東京名古屋間に匹敵する申し分ない本線のご存番を誇示していましたが、元は琵琶湖を使って敦賀と京都を結びたいという例によって水運のありきかつ小規模なもので、政治家とか経済発展とかに重要とはいえ、拝金主義者からはこんなの作りたくないよだとうと懐に進めの涙ほどの銭しか入ってこないとみなされ、大蔵省とかからブーイングすら食らったのです。ま、当時の太政大臣が鶴の一声で敷かせたんですが、それで敦賀線と言うていて1884年長浜から敦賀の少し先金ヶ崎駅までの 42km を敷きました。本来の目的は達成されたはずなんですが、北陸に足先を少し触れただけで日本海沿いの連中はひどく湧き立ち、鉄道の恩恵を敦賀から横領したい、山は多いけど港の底掘ればどうにかなると犠牲を犠牲だと思い込んでないかのような顔して、福井石川県令が気丈の空論を広げたといいます。ともかく北陸に線路をよこせという名のもと東北鉄道会社が立ち上がりました。旧都京都の東北部にあるから東北鉄道会社、明治14年だというのに相当ステレオタイプです。スイッチのことをファミコンと呼ぶくらいステレオタイプです。でもどこまで敷くかはしっかり整えられ、まず富山方面、ついで柏崎からの新潟と伸ばすつもりでした。北陸本線どころか信越部分まで侵犯するつもりでした。ちなみに余談ですが、北陸の地形は険しく金がとてつもない勢いで消えていくので、その帳尻合わせをしようと長浜から四日市港までの敷設も考えられました。まあ結局広げっぱなしの大風呂敷に終わるんですが、そうした計画をもって政府にごねた結果、福井から金沢を経て伏木まではゴーサインが出るも、前提にして理想だった福井から敦賀は海路使いやと鉄道局長からシャッターを下ろされ、かなわず敦賀と足並み揃えるはずの熱意も VTuber ファンのチキンと同じくらい冷めて、福井の人々は反対脱退、石川の人たちでやりくりしようにも株が集まらない、それで拙い野心はポキリと折れました。でも鉄道に対する羨望は拭えず、明治20年頃から鉄道と大衆が年頃になる敷設ブーム、やっぱり黙って見ているわけにはいかず、金沢の面々が集い北陸鉄道会社が立ち上がります。まず富山から金沢、福井、武生を結び、それから紆余曲折を経て敦賀とかを目指すもの、敦賀まで行ってくれるからかは知りませんが、今回は福井県民も上機嫌でした。そうしてノリノリで政府に立てついたのですが、鉄道局長の井上勝はまたも眉間にシワを寄せ、まず富山から武生だっけ、直江津方面は親知らずに阻まれとるし、敦賀に出ようったって道が険しいし、かといって平坦な中間部分だけ敷いても意味ねえよ、お前の息のね、あの風力タービンみたいに止めたろかと、井上勝は季節鉄道を見くびってなかなか OK を出しませんでした。北陸の中途半端なところまでしか季節を許さなかったお前が言うな。しかし免許出せ出せ出せと数で何度も殴って突撃した結果、なんとか免許は得たのですが、理事長すら決まらないごたごたで、線路は死活、誰が尻に敷く立場になるかだけ決めて、そのまま北陸鉄道は散っていきました。その頃敦賀以南は米原まで線路が伸びたというのに、どうなるんだ北陸本線ってところで、そこそこ重要な駅を通るので岩は強大、列車は首輝トンネルに入り、次の駅は筒井市です。滑舌が悪いと筒井市って8号です。さっき通った土合や三佐島と並ぶモグラ駅で地下深くに位置するこの筒井市駅、筒井市含むこの区間の北陸本線は1969年までもっと海岸沿いを走っていました。だから筒井市も地下駅とは無縁だったのですが、北陸本線のキャパが苦しくなると伏線電化が必要に。でもここは地滑り雪崩などに悩まされてきた地、シンプルに線路を増やすだけだと満身創痍ラッシュを食らう羽目に、そこで 11km オーバーのクソデカトンネルを掘ろうとしたんですが、筒井市はそのトンネルの直下だから廃止にしたかったのですが、廃駅にしたら引っ叩くと地域住民がごねたもんだから、工事に使った車高を使い回して仕方なく筒井市駅を作ってやりました。土合駅に比べれば階段の段数は高々半分ちょいですが、地下 40m という特殊性は鉄道ファンを虜にします。日常利用なんてできたもんじゃない構造のせいか、1日の利用客数は20人前後だから、2019年度には無人化されましたが、人がいようがいまいが筒井市がモグラ駅なのには変わりないので、係員が消えたくらいでは別に誰も気にしません。首輝トンネルを出た先の駅、野植駅は有人駅のままですし、あ、もちろん野植駅の位置も変わってだいぶ内陸寄りになってます。野植駅の次、浦本、首輝トンネルの伏線化は断層、高温、膨張性泥岩、石油、メタンガスが襲う泣きっ面に蜂でしたが、浦本から糸魚川の伏線化は線路を隣に付け加えただけという、一気にやっつけ仕事みたいな施工になります。さて北陸本線の歴史に話を戻します。敷設免許を得るのに難儀したり、免許を得ても勝手に自滅していった北陸の私鉄たち、結局北陸本線は1892年政府が追っ立てた鉄道敷設法で方針が決まりました。その計画は敦賀から金沢、富山を結ぶ本線と、それから分岐して能登半島の中途半端のところ七尾まで行く路線が第1、第2に富山から直江津まで結ぶ本線連絡線、今乗っている区間がそれに当たります。そして第3に
中央線と北陸線を連絡する。岐阜か松本から高山、富山を結ぶ鉄道。といろいろ並べましたが、まず富山から敦賀を敷かないと話が始まらないので、7年かけて開通させることに。新任の福井県知事も北陸鉄道のドンだった人も、官営で敷くのには賛成だったので、そこはすんなり。ルートは、私鉄が掲げたものをパクってますが、あわら温泉のあたりは内陸寄りに変更されました。おい、海岸沿い。重要地の三国線路。そう、福井県民が何度目かわからない駄々をこねたものの、山間路を通りたい、迂回はだるい、敷くときは四川敷はと言って、話を聞かず、大して計画は変えられぬまま、20世紀に入る直前、敦賀から富山が開通したのでした。この間、越後エリアでは何もなかったかというと、そんなことはありません。直江津と富山に線路がないのは、じれったいと感じ、北信鉄道会社が立ち上がりました。北陸本線の富山伊東と、今でいう大糸線の敷設を目論みました。しかし政府の態度はまあ渋い。ティーバッグに放置をかましたコップ一杯の紅茶と同じくらい渋い。結局、その私鉄の案は却下しましたが、政府が直々に敷いてやることを決めました。明治政府ちゃんってばツンデレですね。2020年の新駅、越鎮湖突き上げ車製パイパン駅に着いたら、1.6km という小学校のマラソン並みの距離を走って、何事もなく糸魚川駅に到着。新幹線で来たブルチョワジーにおもねってか、ここで21分ほど止まるので、午前11時半前の糸魚川を糸いながら、じゃない、糸をしがりながら探索。そうそう。日本海翡翠ラインの区間はあからさまに電化されていますが、糸魚川の少し東を境に交流、直流が切り替わるので、高直流どっちも行ける電車が必要。しかし高直流電車の心臓にはお金がかかる。一方で、需要はあまりにも粗鎮。だから、紀新線のキハ122をベースに、機動車を8両ほど作ったわけです。ジンギレー地震を司る翡翠から名前を取ってる路線なのに、少々濃いのはともかく、この糸魚川に来るまでに、実は切符も手に持ってないし、生産もしてません。生産する気もありません。というのも、北陸を出かけたビワパスをすでに購入していたのです。こいつをざっくばらんに説明すると、北陸地域の在来線乗り放題って切符です。土休日限定ですが、2450円と、三席特有の高額運賃をぶっ壊すレベルで安い。北陸本線区間も、直江津からはるばる 300km 先、敦賀まで乗れます。旅はパスを見せ、ついでに、北北線の切符にハンコを押してもらい、改札外へ、フォッサマグナの少佐も、翡翠産地の名誉も、改札付近にはなく、あるのは、おまんこ祭り。糸魚川では、お主らのことをおまんたと言い、1975年から夏の訪れとともに行われてきたお祭りです。なんと今日、たまたまその日に当たっていたんですが、残念ながら時間が心もとないので、スチームパンクな置物の隣に佇む施設で、代わりに脳内お祭り状態にしようと思います。入ってみると、ここ糸魚川から南に伸びる大糸線を、15年近く前まで走っていた国鉄型車両、キハ52が鎮座。運行を終えるその日までは首都圏色でしたが、この地に来てからは、投票で国鉄色に、機動車の銅の部分を取られ、屋根の低さも相まって木を照らっていますが、前衛的な立地に反し、車内は厳かなクロスシート。形容するのが難しい国鉄の香りも漂います。香りを例えるなら、鉄製のクリームシチュー、もっとわけわかんなくなったね。イベントが行われるときは、シャバの空気を吸いに、レンガ車庫のアーチをくぐって顔を出すことも、このキハ52以外にも展示物はあるのですが、時間とかの都合上、この辺りで、やや怖い注意書きを一別し、ホームに戻ります。国鉄が作り上げたのを踏みにじるかのように S 級ローカル区間扱いされている大糸線は JR 西日本の中でも離れこちまな在来線なのを恥じてか姿を見せませんでした。単に急往復しかないから、そんな写実とマジレスで脳みそが凝り固まったロマンもクソもない生き方でいいんですか。いろいろ言ってたら時間になるので、23区よりも巨大な糸魚川市を抜けるべく復帰。立つのは慣れっこなのでいいんですが、まだ座れてません。11時49分糸魚川を出発。次の停車駅は近江です。アイドルが見たら、めちゃくちゃ勘違いされそうな駅名です。で、この近江と糸魚川の間が、北陸本線の中で最後に開業した区間だったりします。というのも、直江津と富山の間に線路を敷くことを1906年に決めた国鉄。富山から大津の開業を皮切りに、両端からじわじわ線路が敷かれていき、大正に入る頃には、糸魚川と近江をつなげるだけの簡単なお仕事を残すだけでしたが、糸魚川、静岡構造線に沿って流れる姫川、その川が失禁し、鉄橋もろとも流されるために、姫川なんて可愛い名前は捨てて、夜叉川に改名すべきだと思うんですが、と、最後まで吸ったもんでありましたが、大正2年、1913年には、やっと全通、北陸を牛耳る富山湾や敦賀湾などの港湾、沿線の産業だとか貨物とかに火をつけたのでした。産業って言うと、例えば、この糸魚川のあたりででかい顔してたのは、セメント、石灰石でしょうか。糸魚川には、明治時代からセメント工場があって、それが北陸本線の工事に使われてきた歴史があるのですが、大見駅前にはもっとわかりやすい遺構がありありと広がっています。こいつは、電気化学工業の工場まで伸びる貨物線で、セメントとかを、この駅まで持ってきていました。ですが、
そうした貨物の輝きも消え失せ、工場と近江駅をつなげる線路は切られています。そんな歴史を隠すかのように草は伸び放題なのに、ババ抜きが下手くそな人の表情並みに線路がありありと現れているので、裏日本の動脈だった北陸本線もだいぶ肩身も狭く惨めになったもんです。新山の列車はそんなの帰り見ず、親知らず子知らずに向けて進みます。親知らず子知らずは 15km くらいの断崖絶壁、飛騨山脈の北端がストンと崖になってまして、古代から近世に至るまで北陸道トップクラスの胸クソ難関ポイントとして佇んでおります。その波は容赦なく、ここを越える旅人は親子がお互いを顧みる余裕すらなかったほど、平の頼盛の妻も子供が波にさらわれ、親知らず子はこの裏の波枕と読んだくらいには難所、 PTA が見たら黙ってなさそうな逸話です。今でこそ国道8号、北陸自動車道、それから翡翠ラインが100メートルという窮屈極まりない幅にひしめくこの地、当たり前と言われれば当たり前ですが、苦戦にアップグレードするのも一苦労。この親知らず駅より東側を子知らず、これから通る西側を鬼知らずって呼ぶんですが、まず子知らずサイドは単線自体3つほどトンネルが出来上がっていたのですが、崖っぷちだというのに2本目の線路トンネルをそっくり真横に通すのは文字通り無理を通すようなもんなので、内陸サイドに 4km 弱の子知らずトンネルを1本だけこしらえることにしました。直江津方面の列車はさっき語った3本トンネルの急線を通るので、時折日本海とかがチラリスムを果たすのですが、金沢方面は新線ずっとこしらずトンネルの中、車窓右手が薄くとかほざいた12番市の歴史くらい真っ広です。一方で親知らずサイドはそもそもを山側の新ルートに変えてしまいます。触らぬ神にたたりなしっていうんで、あまたの旅人を飲み込んだ海にはさよならバイバイ。直江津方面の車窓見るとも真っ暗な親知らずトンネルの中へ道連れです。ただ国鉄が直轄で作る予定だったんですが、北陸の端くれごときよりも北海道と本州をつなぐ青函トンネルの方が重要だからか、途中から下請けにやらせることにしたそうです。美味しいところは上が食らいつくし、下が作り上げたものも上が持っていくというのは、某生首や某ずんだのビジネス化がはびこる今にもなんか通じるものを感じたり感じなかったり、そうこうしてたら一ぶり、新潟県最西端ラストの駅です。一ぶりぶりぶり。ここまで乗ってきた越後ときめき鉄道の社名、路線名の由来は、信越本線の部分開業が1886年という歴史性、首都圏、関東の玄関口という特異性、それから、時という虎の意に乗じて命名されたみたいです。シャレとか命名とかのセンスがなんかこう、冬の日本海と同じくらい寒いです。新潟県が受け持つ、越後ごっきめきめき鉄道日本仮車線ラインは、ここで終わりで、この駅を出ると、富山渓谷を滑る路線、愛の風富山鉄道に突入します。長大路線なだけあって、会社エリアも相当面倒。行政区分が大変しっかりしています。納税と2駅しかないのと、この後ロングランなのでしっこ。この ET122 型の車両は、小柄で華奢な1両ですが、バリアフリーを考慮したトイレが備わっています。立って使っちゃダメです。ましてや立って使うのは論外です。あれよあれよという間に、朝日町の泊駅、蓮女がバタバタやかましく茶を立てたことから、バタバタ茶というのが流行している、この朝日町。たまに特急やら急行やらも一服した主要駅なのと、県境的な霧の良さのせいか、大抵、ここで乗り換えを強いられます。なので、乗客側が前方ホームへの乗り換えを見越して、露骨にバタバタし始めました。バビがどうとか言って、茶を体制した千利休が見たら、へそで茶を沸かしそうなほど、座席に飢えた我々は、そのまま眼前に鎮座する、愛の風富山鉄道の車両へ。車両は521系、北陸新幹線の開業に付け込んで、JR 西日本からせしめてきた車両です。223系などのハイスペック車両の技術を血肉としてきた、リッチでキメラな硬直流車両です。座席がリッチじゃないと、西の人間と鉄道ファンが怒るので、当然のようにクロスシートが構えられています。富山行きとか高岡行きとか、意地でも石川県に入れないという行き先が大多数を占める中、金沢行き2時間のロングランにぶち当たったので、座れないと死活問題だったのですが、無事着席。私の唯一の動力源、コーヒーが切れかかっているという別の問題が出始めていますが、そんなの電車はつゆ知らず。12時24分、泊を出発です。で、愛の風富山鉄道の由来なんですが、富山県を夏頃に吹いて、豊漁を海からおびき寄せるとかいう愛の風と、利用者との出会いに加え、県民から愛されたい旨が由来だそうです。越時と同じセンスしてますが、愛や出会いをこちら側に求めている点、嫌に重たいです。学校が生徒に無理やり購入させる、学習用 PC 並みの重たさです。愛を含んだ小路線、ロゴも521系にあしらわれているのと、同じように、緑と青の2色で構成されています。さっき述べた愛の風、富山湾の青と、自然の基礎緑がモチーフとのこと、青2歳だとか未熟だとか言いくるめられそうなロゴの指導からも、早くも8年半が経ちました。521系も山積奉行にこなれてきたのか、列車は早場米の生産が盛んな入善の町を突っ切ります。また、この近辺では、入善ちゃんごすいかなる、
長さ40センチメートルを超えるスイカが栽培されているとのこと。明治中期にアメリカから課金して得てきたためが、この黒部川の扇状地と相性抜群で、黒部スイカという名のもとで生産されてきたことに始まるそうです。大きいものは30キログラムとかまで育つらしいので、スイカ割りもぬるゲーになりそうです。外しても指示役は、スイカの大きさを口実に好き放題罵れるし、外した側も自虐ネタにできるので、ウィンウィンです。やがてはスイカだけじゃなく枕も大きく、ルートがくねくね曲がる暴れ川なのを理由に、いろは川とかいう、縁起でもない二つ名がついた黒部川を出て、天然のイケスを標榜する富山湾での漁業が盛んな、直感に反するイケスかない読みの陸地を出ると、アルペンルートの下っ端切塚、富山地方鉄道の線路がお出ましです。黒部ダムは別に黒部市にはないんですが、そんなの観光客からしてみれば知ったこっちゃありません。北陸本線の上を立派にキザに通り越しておきながら、乗り換え駅は黒部の次、魚津までお預けです。相鉄の黒部駅から富山地方鉄道まで直接とつらせてくれという夢もありますが、大正末期、昭和初期には接続していたどころか、がっつり起点でした。だってあの富山地方鉄道、山奥のうなずき界隈で電源開発するんじゃいと行きまいて、人やら物やらを僻地まで拉致ってくる、黒部鉄道が全ての元凶でした。まとまった量の資材を運搬するんだから、動脈アピールの激しい北陸本線につなげないと、黒部鉄道とかいう毛細血管はまともに機能しません。そんな理由で、線路が黒部駅へとつなげられました。後々電源開発用の線路によだれが止まらなくなった地元が、鉄道を残せと睨みを聞かせた結果、宇奈月に温泉を引いてきて、観光に舵を切り、また、昭和時代には、富山電気鉄道が、富山から電鉄黒部までを開通。しかし、この富山から、宇奈月方面への速達便に加え、複線連化されて、爆速な北陸本線との住み分けで、電鉄黒部と国鉄黒部駅をつなぐ 1km 程度の路線が虫けら扱いされるように。そんなわけなので黒部駅での乗り換えは過去に散って行きました。なお観光客は黒部という日をやたら神聖視しているのか、間違えて降りる人が多いらしいです。相鉄は1時間に1、2本は来てくれるけど、富山地方鉄道は1時間に1本くらいなので、間違えて降りた人はまあざまあねえな。列車は滑川市に突撃、海を泳ぐパチヤコとホタルイカが救う詩です。滑りかは、手誤読されそうなどと、被害妄想にピリついて、観光も名前も、滑りなしを掲げるこの地、滑るどころかねちっこい様相を呈していて、例えば、市内東部に東滑川駅があるんですが、そいつは、戦後すぐに居を構えた頃は、早月信号場という駅でもない下っ端でした。それに対して怒り浸透な地域住民は、16年ほど国鉄に時短打踏んで、やっと駅に昇格。今の乗車人員で言ったら、下から数えた方が早いですが、滑る滑らないとかいう、ドスベリの不毛な議論はともかく、駅を置いた点では、相当やり手の街です。東富山駅、その昔は東岩瀬駅を名乗っていました。ですが、東岩瀬エリアそのものから中途半端に遠かったからか、まだ駅名詐欺レベルの薄い富山高専の方に、東岩瀬駅の座を明け渡し、こっち側は東富山駅になりました。前々から駅名を詐欺っていたのに、いざ正直に東富山を名乗ってみると、富山の二番煎じみたいな名前負けの香りが漂います。次の新富山口駅の方が名前負けしてる？そうね。2022年春に開業した富山のゲートウェイを自称する駅だから、これは仕方ない。駅に何でもゲートウェイだのウェイウェイだの優勢心はともかく、1日に2500人の利用を目指して置かれた駅。2022年度はまだ日が浅いからか、1日243人ぽっちの利用にとどまりましたが、そのうち開発とかで発展するだろうし、何より山積加護の駅設置は偉いです。温かい目で見守ってあげましょう。なお、このだいぶ先にある高岡やぶなみ駅も、山積加護の新駅なんですが、そちら、1日1600人使うって予想に反して、開業5年経っても507人にとどまっている点。需要予測側がやや濃い目にちらついている気がしますが、そこからは目を背けることにしましょう。高架に駆け込んで、富山の中心部に近づいてきました。だいぶ昔、富山から直江津までを不直線と呼んだんですが、そのゾーンはここいらでおしまいです。で、足利義満が金玉キラキラの赤にまみれた寺を京都に追っ立てた14世紀の末期、富山は外山と書くこともあったとかなんだとか、外高の地面が気に食わないのか、後々富山の方に字が変わります。そんな富山といえば、気分がスッとする物を売りつけて銭を懐に入れる薬売りが有名。半言胆なる腹痛に効くお薬を江戸時代にいじったり、薬から漂う立山の伝説をバックに祝ったりして、それを藩を潤わせるドル箱にしようと全国に出張した富山の薬売り。せしめた金は、瀕死の犯罪性の治療薬にはならないどころか、むしろ諦めがつかない程度の赤字を引きずり、藩の身内で勝手にいがみ合って、富山どころかどん山とでも言うべき財政と心も、今は昔、時代が変わって2015年の今、北陸新幹線のおかげか、駅の真ん前にはビルが立ち並ぶ大都市に、そして、この駅で2分ほど止まるっぽいので、その合間に自販機でコーヒー買ってきます。買ったはいいんですが、500ml で180円しました。さすが富山、塵のような富みてさえも、
根気強くかすめ取っていけば山になるというのを体現し、あとこれは地方自得なんですが、フォームが明らかにごった返しているにもかかわらず、コーヒーの誘惑に負けて席を立ったので、2両の転換クロスシートは、当然満席どころか、海産物にまみれた富山湾をもたまらせそうなほどのすし詰め。次の呉浜でが、富山県内で一番輸送密度の高いエリアです。富山を出発、一部車両は2両編成から3両編成にするという計画が立ち上っているらしいですが、どうなるか。ちなみに電動車じゃないので飛び立つ諭吉の数も少なめで済むそうです。富山藩時代の二の舞を演じずに乗車できそうと言っていたら、神通川を越えます。岐阜県方面から流れてきた川、この近辺の川は明治中頃までふいっと富山駅の東側をカーブしていたのですが、河口に町を作った人間にとって都合が悪いので、20世紀の最初に流れをまっすぐにする分水路を工事、こさえた直後は幅2メートルだったこの放水路も、土地を食い荒らす洪水の侵食を食い物にして、今ではさっき通ったまっすぐルートの川幅はだいたい100メートル、旧神通川ルートはその分ナーフを振らって、水はほぼなくなりました。安土桃山時代には、船を並べて橋を架けるという、奇烈な川越えも行われてきただけあって、文明開化がもてはやされた後でさえも、随分奇異な解決策を取ったものです。そんな神通川の流れに迎合するように、高山本線は南側に逸れて行きました。呉羽の次、小杉。あれの左の字、何でしょう。電気うなぎって読みたくなる字形してます。と考えてたら、どうやらあれで固定って読むらしいです。そいつ、建物の壁に泥を塗りたくる左官職人が、固定で漆喰を盛り上げて作った絵で、土壌作りとかいう、つまらない外観の建物が、江戸以降多くなったので、それに花を添える役目。その小杉エリアも、カラフルな建物まみれどころか、駅徒歩2分にパチ山で爆誕したくらいなので、壁に描いた絵でマウントを取ろうだなんて、絵に描いた後だからか、今は昔からの伝統みたいな物扱いです。周運と宿場町の二刀流パワーで、北陸道のドンみたいな面構えしていた越中大門を抜け、前田利家の子、前田利長がニート生活を営む高岡町もあった高岡へ、徳川家が権力を傘に来た一国一条例のせいで、5年くらいで城がぶっ潰されたのはここだけの話。そんでこの高岡では、南を占領する上花線、北側を侵犯する氷見線に乗り換え可能。向こうの機動車は氷見線のキハ47。二両運転の S 級骨董品国鉄車両です。過疎地に堅物の鉄道車両なんて不似合いだと踏んで、最近まで LRT にその座をハイジャックさせようと目論んだっぽいですが、LRT の方が金が飛び、雪にも弱く、輸送力も微妙っぽいので、開き直って、今の鉄路のまま新車を入れることが決まった模様。その上で、JR 西日本より愛の風富山鉄道が運営すれば、と、沿線市長が鋼鉄を垂れたので、富山県内が愛鉄大帝国になる日も、ひょっとしたら近いのかもしれません。愛の風富山湖鉄道、1日90往復近くぶっ破される高頻度運転ゾーンに別れを告げ、高岡の次が高岡藪南駅です。万葉集に479個も歌を書きまくった奈良時代の歌人、大友のやかもちがここを藪南の里と呼んだことに由来、こんな場所に赴任させられたせいで、223個も高岡で歌を詠むことになったため、万葉の里、高岡なる道の駅をはじめ、大友のやかもちは、総じて高岡から溺愛されている模様。そのうち、大友のやかもちの夢小説とか書かれそうですが、あっそんなの書いたら作者がひき肉にされる。じゃあ書かれないか。よかったね。安心したので、絶景しっこ出そうと思います。に何ゆかリットル出した。こうしている間にも、列車は、富山県最後の駅、イスルギ駅を出ました。前田利家が、イスルギ彦という菩薩像を盗んで、この地までとんずらしてきたのに由来。でもって、兵士と源氏が仲良くいがみ合った栗から峠を越えます。義務教育を終えた皆様ならご存知の通り、兵士は連戦連敗でした。栗から峠の戦いでもボロ負けして、兵士は都から出禁を食らうのですが、その戦いで、源氏は角に松明をつけた牛を放ち、夜に襲いかかったといいます。無差別全方位攻撃の点、ある意味ファラリスのお主を凌駕する残酷さです。砺波平野と金沢平野の間、山の中の駅でしたが、奇跡的に席が空いたので座ります。で、この栗から駅から、IR 石川鉄道に名前が変わります。ヘデークの頭が痛いみたいな言い回しの社名ですね。ちなみに IR には、IR という意味が秘められ、県民から愛される鉄道を目指すとのこと。北陸本線界隈、利用者の感情を手玉に取ろうとしてて、すごいアンデレみたいですね。で、お次は津幡。能登半島の南半分だけ統治下に置いている、七尾線との乗り換え駅です。北陸本線という親分が山積化された今、JR 七尾線は一匹狼みたいな状態なので、金沢から津幡まで乗り通すなら、18切符が使える特例があります。肩をすくめるどころか、肩ないなったレベルの身分の狭さですが、あれでも、北陸本線より先輩身分な路線です。というのも、北陸本線の敦賀から富山と、肥線の七尾まで伸びる路線は、同時に計画されました。で、北陸本線はそのまま第一期線として、政府が旗振り役になって工事が進むんですが、七尾線はなあなあにされて、
第一期戦からは仲間外れにされたのです。熱意にあふれた北陸の人からしてみれば、冷や水を浴びせられた気分でした。なので、北陸本線と同時に開通させてやるべく、七尾線を私鉄で敷こうと画策しました。ちなみに、政府サイトには、ロシアではシベリア鉄道が完成しそうなんす。そんで七尾港が栄えるから鉄道を敷かせろと、取ってつけたような理由を盾にして、国鉄線との連絡前提に言い募ったそうです。こうして立ち上がったのが鹿野鉄道。後々七尾鉄道に名前が変わります。そうして、北陸本線と同じタイミングで七尾線を開通させるつもりだったのに、よりによって七尾線の方が半年ほど早く開通しました。一緒にゴールしようね。という姑息な約束を結ぶマラソン大会の小学生みたいですね。そうこうしているうちに新幹線と並び、森本の駅を過ぎまして、加賀藩、石川県、北陸の中心部、金沢の町に接近。金持ちアピールと一面のクソ見取りを同時に表すことのできる、大変高度な自虐こと、加賀百万石のフレーズは有名です。新幹線工事を口実にルートを変えられ、その煽りで移転を食らわされた東金沢を抜けますと、次が金沢、急線部分には、一点の曇りもない希望にまみれた北陸新幹線の線路が、どっかりあぐらをかいております。2023年の夏現在、北陸新幹線はここで打ち切り、IR 石川鉄道も 17.8km だけ走って役目を終えます。はい、となるいい新川鉄道、直通にカツカツ接続が重なり、ビジネスマンもびっくりのタイトな乗り継ぎで、ここまでで一番長い休憩時間が、糸魚川での20分停車とかいうバカみたいなことが起きてますが、ここでやっと32分という駅前散策くらいはできそうな乗り継ぎ待ちの腕なし、ここに来ての待ち時間、江戸幕府に内緒で作り出した、金沢特産の品格にも劣らぬ価値です。駅前に佇むのは鼓門、能楽の鼓をイメージしたものです。そんで、奥に見えるガラス張りの建造物はもてなしドーム。鼓門は、あのドームの雪、雨水を受け止める役目も持ってます。このドームは、広場の上に傘を差し出す、もてなしの心、思いやりの動線のもと作られた、金沢のタフタ雪地域という性格を受け止めた構造です。対人恐怖症帝国の日本で、そんな文化が生きながらえているかは謎ですが、とにかく風流です。ところでこの動画、鼓門手前の石製ベンチに座って撮ってるんですけど、ダウもへったくれもない、カラッとした晴れのせいで、椅子がおぞましいほど熱くなってました。補欠が石川県特有の色絵陶磁器、くたに焼きみたいになるかと思いました。野口秀世を犠牲に、駅弁とお土産とをもろもろせしめていたら、30分はあっという間、お次は、白鷺12号、名古屋行き、東海民をも JR 西日本の眷属にしたいのか、金沢始発の白鷺15、6本のうち、半数くらいは名古屋まで突撃します。それはそれとして、金沢駅のトイレが満室で、トイレ行けなくて、おしっこ出そうで、出そうで、出そうで、おしっこどこ？おしっこ入線してる？おしっこ、おしっこまだ？おしっこ来た？おしっこの車両は 6HK2000番台。くしくもさっき乗った北北線を、特急ハクタ買ってていで、2015年まで爆走した形式です。1964年に設定された白鷺号は、日本初の高直流電車の特急として名をとどろかせ、大阪方面とを結ぶ雷鳥とともに、485系とかの国鉄車を使い倒してきましたが、老いぼれごときに、重役はふさわしくないのか、2003年から 6% 系とかが始動しました。名古屋直通をひけらかすかのように、オレンジの帯もまとってます。言われないとわからない程度の存在感だし、雷を名乗るサンダーバードの方がこの色に合っている気がするんですが、うがった見方だと思い上がって、ご宅を並べても何にもならぬので、乗り込みましょう。今回は、大垣までお世話になります。旅はパスの強いところは、特急券さえ買えば、特急にも乗れるという点です。ただ、琵琶湖周辺を北陸とするのはおこがましいのか、敦賀で旅はパスは行き絶えます。なので、敦賀から大垣までは乗車券に頼ります。来年の春には、ロマンにあふれる北陸を、6HK のヘッドライトが照らすことはなくなります。それを惜しむように、嘆くように、あるいは輝かしい後輩に託すように、1990年に高架化された金沢駅に別れを告げます。次の停車駅は小松。で、この金沢駅なんですが、駅の誘致で揉めた過去があります。敷設を担当した政府が言うには、駅は、金沢の西側に申し訳程度に佇む予定でした。しかし、商店街からしてみれば、金沢のヒエラルキーをぶっ壊されるも同然でした。だから当初は、今の金沢駅よりも 1.2km ほど南東、金沢城公園の目の前に建てろと、内輪でごねました。ですがそれも、内輪の話にとどまり、中心部への乗り入れはきついと判断。仕方なしに、西側のうち、どこがいいか決めようとなったんですが、よりによって、市街地から一番離れたここ、木の新保町がピックアップされました。初心忘るべからずとはよく言いますが、こうも商店街のぼやきを忘れられると、逆に清々しいものです。ま、今の駅前の繁栄っぷりを見るに、マジで忘れていい初心な気はするけど、そんなことはつゆ知らず、特急は西金沢駅へと進んでいます。赤字を垂れ流す北陸鉄道石川線との乗り換え駅です。今年廃止が危うかったけど、運転手不足などでバスにする方がきつく、廃線は見送られたとかいう路線。ね、この西金沢駅、
開業時は金沢から 10km 離れた松東駅まで、松東の駅がない北陸本線だったんですが、金沢の東側、森本駅の開業に触発されて、地元民が鉄道員に頼み込んだ駅です。で、金沢市の西側に駅が置かれたのですが、その駅、野々市駅として開業したんです。金沢市民の財布から金を出したのに、野々市とかいう隣町の名を出すな、と、ボニファティウス8世ばりの憤りを見せ、駅名を変えろ変えろと訴えたのです。それを受けて、駅名は西金沢に変えられましたが、野々市町の大衆が帰って激おこぷんぷん丸。結局1968年、野々市エリアに新しい野々市駅が建つのでした。万人を納得させるのは難しいという、ロバと老夫婦の話を思い出します。高カロリーの旅行をしていたらお腹が空いたので、ここいらでお昼にします。土産物をあさってたら、これがうまいと店にそそのかされたので、釣られて買いました。1204円と、旅はパス 0.5 日分くらいの額を取られましたが、これで観光した気になれるなら安いものです。パカッ、わーい。左側にはカニ、真ん中にはノトウシ、右側にはノドグロ。カニは、錦糸卵との相性はもちろんのこと、奥から奥から鮮度のいい香ばしさが追いかけてくる風味。ノトウシもパワフルな中に気品を感じます。付け合わせの野菜もうまい。個人的 MVP はノドグロかな。一見地味ですが、舌に触れた瞬間ぐわっと芳醇な、他の焼き魚とは違った風味で大満足。理性的に言うなら、ぶっ飛ぶくらいうまいです。理性をぶん投げると、うおぉっておたけびしか出ません。そんな味、駅弁クオリティを凌駕していると思ってたら、白鷺号は三河駅のあたりを通過中。江戸時代には北前船が身を寄せ合い、八重の八重のと荷物をやり取りした港町。しかし川の洪水で港が土砂まみれになったり、北前船の存在感がクソ雑魚になったりすると、陸から襲撃してきた北陸本線にいよいよ荷物運搬を任せるようになりました。ちなみに洪水を起こして港を混沌に陥れた例の暴れ川は、これから渡る手取り川です。昭和時代にも何度か上りましたが、現在は脇に携えられた茶地漁港とともに、自分の毒でメンタルでも何でも死ぬ人間に比べたら随分タフな海洋生物、フグを取ってます。この三河では江戸時代から保存食として愛用されてきたフグのぬか漬けが名物で、とりわけフグの卵巣のぬか漬けという、まず常人には思いつかないような料理は石川県が作る権利を独占しているほどです。その手取り川を越えると狛江湖駅、1962年から仮駅としてこさえられた駅。何でも近くの狛江湖海水浴場への利用客がうなぎ登りってことで、地元住民らが運動を繰り広げて設置された駅とのことです。余談ですが、狛江湖は兵庫にある舞子の浜にうり二つだからと命名されました。狛江湖海水浴場、そうですね。気づいたら小松、北陸新幹線も止まる予定の駅です。車を10分ほど走らせれば小松空港にもありつけます。戦争直後は米軍がせしめていたのですが、現在は自衛隊と航空会社の領分となってます。その繁栄とやらを象徴するように各号車ごとに何名か乗ってこられまして、ちまっと座席を埋めたりしつつ加賀温泉へと加速。特急でも小松から9分、 15km だけというのに、そちらも新幹線停車駅として君臨しています。東海道新幹線でいう熱海三島駅間みたいなことになりそう。たかが市境を1個またぐだけだったので、あっという間に到着しました。胆振橋駅と大正寺駅の中間ポイント、加賀温泉駅に到着です。かつては特急とは無縁だったクソ緑駅だったのですが、加賀温泉はこの中間ポイントっていうのがミソ。というのも、加賀市内の2大巨頭ステーションは市役所のある大正寺、温泉名高い胆振橋、そいつらが小座する北陸本線に特急が通ると聞くと、停車駅というパイパイの奪い合いでもみもみくちゃくちゃ。でも特急の癖して市内に停車駅を2つも置いたら欲しがりさん呼ばわりされます。だから両駅の中間ポイント加賀温泉、当時は佐久見駅って名称だったんですが、そこを特急停車駅にしようと目論みました。弱小駅だった佐久見の連中からしてみれば、棚からボタ持ちどころかマリトッツォが降ってきたようなもんです。まあ市役所がある加賀市のハブ、大正寺駅から佐久見駅ごときがなんてブーイングは飛びましたが、特急設備と新幹線駅が加賀温泉駅に併設された今、大正寺駅ごときがと反逆くらいそうな立ち位置です。トムとチェリーのお家みたいで、かわいいね。んで次が阿波羅温泉。例によってキツキツ駅間なので、11分で着きます。これまた、速達なはずの新幹線の停車駅です。さすが、北陸の看板を掲げているだけあります。んで、新幹線が敦賀まで延伸すると、この大正寺駅までは、IR 石川鉄道の管轄になるんですが、大正寺駅から先は、ハピライン福井って会社が手中に収める予定です。ハピネスって、福井の福だよね。鉄道をつないで、ハピネスを作っていきたいね。っていうのが、ざっくりした会社の由来。これまで、人の心ありきだった北陸三石ですが、福井まで来ると、ついに、悲壮の押し売りを始めました。そうするうちに、福井県最初の駅、牛の屋駅を通過。一発目から、卑怯っぽい風貌の駅が迎え撃ったので、ちょっと気取ります。案の定と言うべきか、一日の乗車人数は23人ぽっちにとどまってます。県境とのトンネルと長い駅間との兼ね合いを理由に、信号場として建てられた駅です。トンネルの先の駅、元信号場って点、
雪で通った土樽駅みたいですね。相変わらず雪をみじんも感じないどころか、なんなら国が変わった気すら全然しませんが、ここいらで越前国に突撃して境平野に向け爆走中です。六条大麦をバコバコ生産している平野ですが、九頭竜川が運んできた瓦礫、砂が宝満土壌を作り上げたり、千年単位で九頭竜川から水を分取ってきているおかげで福井随一の米どころにもなってます。さすがコシヒカリという名前が越の国に光り輝く稲に育てて由来なだけあります。なおかつ思想の押し付け、いやそれ以上はやめますかって言ってたら、あわら温泉に接近しているみたいです。50年くらい前までは金津駅って呼んでました。 10km 先の海岸まで出る国鉄三国線がことこと往来していた駅のはずなんですが、赤字に国鉄が黙ってなくて、金津駅の拠点かあわら温泉駅への解消と引き換えに廃止にされました。温泉という能天気な地面とは裏腹に、マヤ文明も顔負けの生贄文化がばっこした関西の奥座敷あわら温泉に到着。そんでそんでお次は福井。12分も走らせれば着く 18km 先の駅です。県庁所在地なので当たり前の顔して新幹線も止まります。北陸なんて2文字変えればアクセクになるのに、多分それとは逆落ちで言ってますなどとぼやきをこぼしてたら、何やら丸岡駅のあたりを通過したそう。本当の丸岡中心部はここより東側だったんですが、九頭竜川に橋を架ける位置の都合上、半分くらい駅名を下げているこの地に置かれることになったみたいです。それに豪を煮やした勇士らは、丸岡駅と町の中心部を結ぶ丸岡鉄道を建てて 4km かそこらの鉄道を片言走らせたのですが、合併後の京福電気鉄道の足切りはなんともむごく赤字とたわいて1968年廃線になりました。福井北部、鉄道に対して慈悲がありません。からの九頭竜川、仏像を川に照らしたら9つ頭の竜とエンカウントしたのが由来とか、異形の念を込めてるんでしょうけど、九頭竜九頭竜だとなじられる名前に落ちぶれてますよ。恐竜大国の福井で顔に泥を塗ってる気がする名前ですけど、いいんですか？よく考えたら名前で遊んで勝手にクズクズ呼んでんのは私の方か。すみませんでした。福井駅、かつては城下町で、それこそ中心部は堅牢だったらしいんですが、ザンギリ頭でも城郭の壁でも何でもぶったたく文明開化にお情けの心なんてありません。この駅では越前鉄道のほか、駅前から福井鉄道が伸びています。その福井鉄道は越前鉄道に直通して北陸線と大体平行ルートで北上した後、さっき述べた国鉄三国線の近く、三国港とか南下して竹布とかまで行ったりします。直通路線網が不死鳥みたいだから、フェニックス田原町ラインなんて呼んだりするそうです。福井の F にしてフェニックスの F ってわけですね。あ、フェニックスの頭文字は P。 そうだね。静電気を寄せ付けない陰湿な気候に加え、冬場の手持ち無沙汰さを口実に絹織物、羽二重などの織物業で名を馳せた福井市を出ます。まだまだ福井は全然県北。お次の停車駅、鯖江に向けてひた走ります。地牛シンボルを生産し続けている町に用はないのか、新幹線停車駅からは外れています。 JR 貨物のコンテナがたむろする南福井駅を右手に臨んで、岐阜と福井を結ぶはずだったけど、採算取れずに岐阜県境手前までで線路が途切れている。岐阜もいいとこな。キハ120走るローカル線、越美北線と越前花南道駅でお別れです。所属自体は越美北線の取り分ということになってるんですが、北陸本線の方が普通に本数多いです。あと市民が6年ほどせびった結果、1968年にあつらえられた駅なんで、越美北線と北陸本線のホームが大網駅みたいな離れ方をしているのが特徴です。オブラート破いて言うとかったるいタイプのお点です。で、剛速球ながら静かに鯖江へと踏み入ってると、なんか左手に看板が見えてきました。橋立山にそびえ立つメガネ看板みたいです。2015年にリニューアルされました。ちなみに福井県メガネ協会曰く、ハリウッドのごとく山にそびえ立つ大幻想度の色メガネもここまで来ると清々しいものです。そんなわけで目立つあの看板、見えなかったらメガネを新しくしましょう。でも見えなかったらそもそも伝わらないので、あんま忠告の意味ないね。そうそう、位置的に北陸新幹線の車窓からは見えません。なので新幹線に乗って鯖江を通り過ぎる人は全員メガネを新しくすべきです。若三段論法じゃんなどとざれ事をかましていたら鯖江に接近。メガネフレームの国内シェアの9割をも牛耳っている地域です。暇を持て余した雪国で手慰みがてら、大阪からメガネ職人を招いて1905年から生産を続け、太平洋戦争後の爆裂注文に加え、チタン製のメガネで名声を得てからは、ガソリンの値段張りに高いところからマウントを取っても申し分ないほど有名な街になりました。そのマウント、駅についても嫌おうなしに見せつけられます。鯖江というサバサバしてそうな五感とは対照的に随分粘着質な性格です。ちなみにこの次の停車駅は竹府、5分もあれば着きます。そちら越前竹府って名前で、同じ越前市内に駅があるんですが、山を挟んで反対側、徒歩で 4km50分という嫌がらせみたいな位置にあります。あとごめん、絵を描いていたので竹府駅への到着シーン撮り忘れた。
お次は一気に若狭湾の付近まで南下して敦賀です。これまで10分かそこらでコンスタントに止まっていたのに、急に21分無停車という表現っぷり。鉄道の10倍も先輩面している越前和紙で栄えた越前市を背に突き進みます。泥沼まみれの性癖幕の内弁当みたいな小説源氏物語を綴った紫式部の故郷でもありますからの南越前町に突入。日本一ハスを生産しているとかいう南城エリアへ、ハスキーボイスの通過メロディーを車体に受けつつ、そろそろ南城駅を通過です。50年くらい前まではサバナミ駅を名乗っていました。誰がどう見ても山間内陸部の顔して、サバダの涙の海ゆっかりんの地名を名乗るなど、ソーセージボローンをうやむやにする某社長の会見くらいちぐはぐですが、昔はサバナミって言ったそうです。で、サバは大量、ナミは網を示すそうで、この近辺には、クソでかい沢があって、そこにたむろする魚をがっぽり取るのに網が必要で、民家に、たらふく網が干されていたのが、その地名の由来だと言います。魚からしてみれば、凶器がむき出しで民家に吊るされているもんだから、サイコパス以外の何者でもないですね。と言っているうちに、北陸自動車道とクロス、糸魚川のあたりでも見たし、ここでも見てるし、なんなら、米原までずっとついてきます。ガチ恋勢こえー。ひたむきに南下していると、今町インターが見えました。北陸線側も、この先に今町駅があります。この今町は、北陸道、北国街道の分岐点として、峠の前で仁王立ちすると同時に、北陸道と北国街道の分岐点として、チェックポイントっぽい宿場町的な栄え方もしました。そういえば、北陸道と北国街道はここでは別で、どっちも琵琶湖北部、長浜までを結ぶんですが、古代、敦賀経由で木の本まで行ったのが、北陸道、戦国時代、一直線に結んだのが北国街道、16世紀くらいまでは、長ったらしい旧北陸道の山中峠ルートか、主流な割にしんどい北陸道の木の目峠ルートという、キーコラあえぐのが好きか、ぜいぜい吐くのが好きか、ってレベルの、地獄みたいな二者択一を迫られていました。福井をすべていた柴田勝家からしてみれば、岐阜まで行くのに敦賀まで遠回りするのはだるい。闇赤のツイートくらいだるい。ってわけで、敦賀を通らない北国街道が整備され、今町は、そのジャンクション的役割を果たしたのです。ちなみに、北陸本線は、敦賀に上がり込むくらいなので、北陸道沿いのルートを通っているんですが、60年前までは、ここから西に折れて、海岸 1km 手前まで来たら南に逸れてました。大雑把な言い方をすると、北陸自動車道に近いルート、この一帯はあくまで鉄道黎明期の開業だったので、複数個の雑魚トンネルを掘り掘りしてたんですが、裏日本の動脈と大口叩いてるのに、25mm の坂道、4箇所のスイッチバックが構えてるなんて、勾配も冗談もきついので、スピードアップ、貨物輸送の円滑化を理由に、ストレートな北陸トンネルを掘りました。今映っている南今城駅は、急戦の犠牲に建てられた駅です。ってわけで北陸トンネル、13.87km という、開通当時は日本一長かったトンネルです。語るべきことはたらふくあるのですが、残念ながら絵が描けてしまいました。この北陸トンネルという、いかめしい場所でさえも、ハピライン福井なる、楽観的な名前の山積が牛耳ることになります。このトンネルを境に、嶺北、嶺南エリアが分かれ、福井の中でも全然違う文化になります。キラキラネームの私鉄にとって、異文化を結ぶトンネルの往来という大役は、果たして、力不足か、役不足か、あと普通に熱いね。北陸。さて、東海道線の丹那トンネルは、開通に16年、上越線の清水トンネルは9年かかったというのに、北陸トンネルの開通にかかったのは、わずか4年。衆議院ですら1回しか面々が入れ替わってないくらい、と開通はしたのですが、北陸トンネルで忘れてはならないのが火災事故。1972年の北陸トンネルの内部で火災が起きまして、死者30人、負傷者714人を出してしまった事故。該当列車は、大阪から青森まで行く急行、北国で、当時は、ほぼ満席に近い状況でした。そんな中、食堂車の喫煙室の下にある、ヒーターがボワッと燃えたそうです。当時の国鉄は、トンネルで火事が起きたら、死の子の言わず、列車止めて火消せ、っていうのが決まりでした。それでマニュアルにひれ伏すかのように、一挙手一投足コピって、消火活動を進めました。ですが、喫煙室は煙で埋め尽くされ、消火器を持ち出しても、どこを消せばいいかわからん。食堂車を切り離そうったって、敦賀サイドは、下り勾配で長引いてきつく、今町サイドを切り離そうとした頃には、すでにトンネル内が煙でムワムワで、それどころじゃありません。食堂車をつけたままトンネルを出ようにも、関連とかの二次災害だと、ご都合主義をぶつけられ、送電がバタリとストップ。積みました。乗客も乗客で前方車両に乗り移ったけど、元から満席ギリギリだった中で、通路は沈めで、それでも煙の追っ手が迫ると、デッキも窓もぶち破って、避難を開始。その上ほとんどはトンネルに倒れる始末で、さながらアナーキーの様相。ジャニーズ事務所くらい荒れたトンネルに救援が来たのは、火災発生の2時間も後、救援列車を上下それぞれ3本ほど入れ、相変わらずの農園に悪戦苦闘しながらも、9時半頃にやっとこさ鎮火し、10時半に、
最後の救援列車が立って救助活動が終わりました。これに懲りた国鉄はトンネル内で火事が起きたらまず列車を外に出せやと指図したり、車席を燃えにくくしたり、消火器をトンネルに置いたりと、あの手この手で被害を防ごうとしています。ただ北陸トンネルはオカルト的な要素もだいぶ強いようで、今年の盆北陸トンネル内でないはずの列車から防護無線がかまされたようで、怖いねえ、怪談話でオチをつけるという胸クソも性格も終わっている話の締め方で申し訳ないですね。でも大声こそ恐怖だと思い込んでいるジャパニーズホラードラマよりはマシな話でしょ。北陸トンネルを出て敦賀に接近、北陸新幹線はここまでやってきます。この敦賀の観光スポットの一つに赤レンガ倉庫があります。北陸線が最初に長浜から敦賀港のあたりまで開通して以来、海の向こう側ウラジオストックまでの船が行き来し、それを通じてヨーロッパとイチャコラしていました。そういうのを出しにして1905年ニューヨークの会社が石油用の倉庫を作ったのです。少し前まで6名間でサルマネにふけっていた日本人にレンガ倉庫なんて作れるわけないと言われたのかは知りませんが、設計は外国人技師ですし、レンガもオランダからパクってきたものです。それでも敦賀が交通のメインストリームだって事実は100年前も今も同じというわけで、北陸新幹線の終点敦賀に到着、白鷺、サンダーバードもまた敦賀が終点になるそうです。超特急へのアクセス特急って立ち位置ですね。名古屋発着の白鷺が残るのはいいとして、米原発着の白鷺、あれでいいのかしら。寿司屋ののれんくらい中途半端な存在感になりそうですけど。あともう一点、この敦賀は小浜線との乗り換え駅です。津都に敦賀と福井県政、京都府北部を結びたいと明治の中期から東京の人間が願い続けてきた結果、免許を得たのはいいんだけど、越前ガニのハサミ手も借用したかのように華麗に期限を切らす失態をかまし、結局衆議院が死刑やっとついたら、小浜線は鉄道敷設法で第一期線の仲間入りを果たしました。その名誉に水を差すどころか、若狭湾の水を重っきしぶちまけるようですが、日本海沿いの山脈ラッシュにまごついて線路の決定にやたらめったらぐずついたので、大正4年やっと工事に着手しました。第一期線の登録から3年もかかってます。ウヒウヒ言いながらエロサイトにとつる光一も、クヒクヒ言いながらとつれる程度には年月が経ってます。そんな小浜線の車両もこわもてな北陸本線の車両に紛れて、右手に見えてくる車庫に佇んでいます。125系っていう両運転台仕様の1両でも走れる電車という変化球ですが、関西ご自慢の格安思想が脳に救う JR 西日本からしてみれば、それの導入もやぶさかではありません。で左手を向くと、新幹線がシエスタ求める敦賀車両基地がお出迎え。ドカ雪はびこる北陸風情に抗うべく、野坂山地の北部にあつらえられた車両基地、確実で行われる試業検査のための車庫ですが、入れられるのは3編成のみ。大木戸博士か。ともかくこの敦賀車両基地が見えたあたりで、新幹線それから小浜線との線路とも本当にお別れです。そういえばここまで交流電角間でしたが、敦賀からは直流電角間に突入します。もともとは交流直流電車のテリトリーは高々長浜までだったんですが、京阪神からの新快速を琵琶湖北部にもよこせとか、琵琶湖東部西部の行き来がだるすぎるとかとビシバシクレームを入れた結果、 JR 西日本サイドも鉄道たらふく使ってるからそのくらいはやってもいいだろうなと言いたくたくし、京阪神に尻尾を振るべく京阪神の尻尾みたいな区間を直流にしたってわけです。湖西線もそれまでは8往復のローカルパラダイスだったんですが、現在は新快速が1時間おきに退去するリンゴ食べて象になったマリオ並みにたくましい路線へと変貌してますとのんくて語っているうちに、新引田に向けて走っていると陰毛みたいな形をしたループ線のお出まし。初原ループ線って言います。上越線にも指添駅のあたりにループ線があるんですが、そちらは高低差を稼いでトンネル掘りを少しでもサボ効率化するため、北陸本線の場合はそれを逆手にとってループで距離稼ぎして勾配を緩くしたのです。その傍ら電化も進め、1957年にはループ線含めた新線が稼働開始にありつきました。ちなみに新線は琵琶湖のてっぺん大見塩津まで向かうのですが、旧線の側は県境手前で東に折れて滋賀県に入ったらすぐ南に逸れてました。そのルートも機動車行き交う柳瀬線としてシャアなしに国鉄が面倒を見てやったのですが、赤字成績で言ったら5本の指どころか2本の指に入るレベルの瀕死路線に、荒地席という由緒の正しさも清く正しい経営状況のためなら犠牲になるほかなく、自費で残された旧線も7年かそこらで廃止になったのでした。肘掛けからぬっと出てきたこのテーブルかわいいね。大見塩津を出て東に向かう途中、怪しげな湖が見えました。琵琶湖の顔して鎮座してますが、こいつはヨゴ湖という似て非なるもの。滋賀県で2番目に大きい湖というと聞こえはいいですが、面積で言ったら670:1.75と400倍も差をつけられています。ティラノサウルスとアリとミチンコを大きい順に並べろと言ってるようなもんです。ただ織田信長の後継ぎを理由に豊臣秀吉と柴田勝家がバチバチやり合った際、この横湖の辺りにゴポゴポ城田の砦田のを作り上げデュエルスタンバイしたそうです。その合戦の名はかの有名な賤ヶ岳の戦い。
強固なる二つがすら吹っ飛びそうなほど、名実ともに、癒しさ丸出しの舞台になったもんで、列車は高槻駅を通過中。高に、月の木の月と混同しそうな地名ですね。この付近の原野にそびえ立っていた、クソ高い月の木で方角を知ったという逸話から、この地域も高槻じゃいと胸張ったんですが、大江の正房とかいう家賃が、月いいっすね、などとくっちゃべりながら乱入してきたので、勝手に雅な風に地名をこねくり回されて、高槻って地面に変わりました。さすが天皇に仕えた平安後期の家人。やることのスケール感が違います。大江の正房には敬意を表して、今後、千年前のイーロンと呼ぶことにしましょう。長浜に接近。豊臣秀吉が、このエリアを魔改造するまでは、今浜って言ってましたが、彼がこの地にポンと城を置いて、城下町を作ってからは、長浜と呼ばしめました。旧長浜駅舎なる、国内で、現存最古の駅舎が、今日構えているこの地域。この駅から東側、関ヶ原方面に伸びる急線が、その昔は存在していたのですが、長浜から大津までの区間が、湖東線って呼び名で開業すると、あれよあれよという間に、つまはじきを食らい、1889年に、その命を散らしました。明治中期に役目を終えるという、廃線 RTA だったら、国内1位狙いそうな区間ですが、今も残ってたら、白鷺の名古屋直通は、便利だったかもしれないで、どっちにしろスイッチバックが必要になるので、そうでもないわ。新幹線停車駅をスルーするのも悪手だし、長浜からは、俗に言う琵琶湖線、なんてのは公式が勝手に言ってるだけで、ここもれっきとした北陸本線です。米原生では、琵琶湖線を掲げているくせして、ろくに琵琶湖が見えないというジレンマが付きまとってきますが、米原より北の、ごくわずかな区間だったら、頑張れば見えると思います。ただ、琵琶湖の雄大さは、これっぽっちも感じられないので、琵琶湖線も解消した方がいいと思います。例えば、近江牛ゲローマラインとか。あ、サンダーチャイム鳴ったね。ってわけで米原に到着。JR 東海との境目です。理論上はここで乗り捨てても、当日中に上野まで舞い戻ってこれますが、ちとばかし余裕を持っておきたいのと、この後スイッチバックが待ち構えているので、もうちょっとだけ続くんじゃ。目指すはサメガイ方面。車掌さん曰く、ここいらで、席の向きを変えてほしいとのことでした。私はそんな言葉なんかには屈しない。回転がなんだい。不退転。いや、周りの目が怖いので、回転させます。人目をはばかる不始末が、私にとっては大恐怖。座席の回転も手のひらの回転も、イエスサーと言わんばかりにやったります。座席の回転させたれって言われたから、他の座席も回転させよっと、こういう善行を積み重ねることで、死後は天国に行けるって言いますもんね。ああでも、地獄への道は善意で舗装されているとも言うか。16時50分、米原を出発。乗務員さんも、JR 東海の方にバトンタッチ。ここからは、伊吹山地と鈴鹿山脈の間をくぐり抜け、天下分け目の関ヶ原をスルーして、大垣へ、東海道線という肩書きなんぞどこ吹く風とでも言わんばかりに、岐阜のあたりまでは中山道ルートをたどります。その流星を象徴するかのように、宿場町として栄えたサメガイのあたりを通過中。由来は、ヤマトタケルが伊吹山の神とバトった後、めちゃくちゃ熱が出たんだけど、この地の水で体を洗い流したら、前回からのガン決まりになったのです。そんな、イザメの泉なる伝説から、サメガイって地名が来ているみたいです。現代だったら、あからさまに職務質問されそうな類の語りですが、そうやって伝説に口出しする方が、よっぽど興ざめかもしれません。からの大港岡、まだ滋賀県、近くで源氏ボタルが湧いてきたのをいいことに、国の特別天然記念物も付近にあります。ここから岐阜県に突入するまでの間に、正気を疑う線形があるのですが、こっちは、伏線に魔改造すると同時に、25% くらいの勾配が鎮座していたのに歯向かい、10% くらいに弱体化させる傍ら敷かれた新線です。なお、急線サイドは、もう少し北側を突っ切っていたのですが、そちらは線路を強奪されたどころか、国道365号の独占上へと化しています。明治中期のか弱いひよっこ路線といえど、手こ入れに慈悲はないようです。そこを抜けた先の関ヶ原伊東でも、20% の勾配に痺れを切らして、下りの米原方面の特急、貨物だけは、10km もあぐらをかく時代錯誤の線路を忌み嫌って、勾配は半分になるけど、わざわざ 3km も迂回するような線路をたどり続けるようになりました。しかしそんなかったるい新たるい線なぞ、上り特急は見向きもしないようで、あくまで一途に貪欲に、昔の線路にへり下り、大垣を目指すようです。揖斐川が生み出した大垣市街地の内陸部の割に、随分低い標高並みにへり下ってます。といううちに、関ヶ原の戦い、エピソード0で、西軍が百波した食い瀬川を過ぎて、揖斐川の水運を食い物にして、桑名を通じて、物々交換にふけった大垣。現在はめでたく記事を迎えた、よぼよぼ養老鉄道で桑名と結ばれている、マセガキタウンこと大垣。ここまで来たら様子見るので、はらりひらりと華麗に乗り捨てます。こいつの車体、JR 東海管内に流れ込んでも、JR 西日本にすむが強すぎて、周りから浮いてます。ブルーアーカイブに小梅太夫が参入するくらい浮いています。申し訳程度のオレンジ帯も、苦しまくれの迷彩服の役割すら果たしてない雰囲気です。
ここからは某姉妹が楽しく往復した区間だから、さらっとでいいよね。さらっと、容量も変わらんし。んじゃ次、特別快速の豊橋行き、18キッパーが手を叩いて喜ぶ新快速の、さらに上位互換という中京私鉄デストロイヤー。平成元年に新快速がデビューした時は、乗客から搾取できない快速列車ごときが、時速 120km 運転だなんてと一目置かれたものですが、1999年、今乗っている313系が始動し、新2級の烙印を押すかのごとく、特別快速も同時に運転を始めます。停車駅的には、名古屋県の植民地を乗ってくる竹豊線との乗り換え駅、大部が停車駅から外れた程度ですが、遠距離通勤ピーポーと、私みたいな貧僧侶公共信者は、それで喜ぶし、JR 側も、名鉄に中指立てて、誘引下げて万々歳なので、ウィンウィンみたいなもんです。JR ご自慢のハイスピードトレイン、特別快速はこれから、大金ラッシュの名古屋都市圏へ、まあ撮影日は土曜日だけど、せめて愛知に入る前には寝たいです。ちなみに、名古屋地区を走る東海道線の313系は、大体、転換クロスシートの独占状なので、通勤ラッシュに弱い等と、思い描いた正論を激突させる方もいらっしゃると思いますが、名古屋人、ドアにたむろしがちという習性を、JR 東海は、脳髄に染み込むほど熟知しているので、デッキを広げてドア周りの混雑をどうにかするという系統を行った上で、昼間はどうせ空いているという習性も出しにして、転換クロスを導入したと言います。名鉄を目の敵にしつつも、名古屋人の乗車態度に真正面から突っかかった、喧嘩の大決算バーゲンセールみたいな顔をしながら、539両もの大軍勢で東海地方を食い荒らしている、砲丸打ちながら花形車両だったりします。転換地、座席の枕部分が程よく折れるのも魅力。JR 東海を在来線軽視だと嫌う方が多いですが、東海の在来線って、雪の結晶みたいなもので、遠くから見てる分には、はいそうですねって感じですが、近くで見てみると繊細さとか精巧さとか、とにかくそういうものに惹かれる。おはようございます。娯楽にかまけてあぶく銭をせしめるボートが集う、ボートレース文明の地蒲郡で起きました。金山あたりまでつらつらうつろに眠る努力をし、蒲郡で本能的に獲物に感づいた鹿のようにガバッと起きました。残りの区間、豊橋平野を南東へ、豊川放水路がこの界隈ににじり寄る前まではせこせこ柿ばかり生産していたのですが、豊川放水路がどすどす地面を侵犯してくると、野菜でも果物でも何でも生産する、好き嫌いのないいい子に育ちました。ちなみに今通っているのは放水路と豊川の間で、今渡っているのが豊川本体です。放水路というだけあって、富山のあたりで越えた神通川に似た感じで、洪水能力も大方ナーフされてます。その豊川の向こう側まで行くと、ほどなくして豊橋、一気に太平洋側に舞い戻ってきました。もう19時なので夕ご飯を胃袋に封じ込めようと思います。飯田線と名鉄線ホームの手前で、隅っこ暮らしを営むお店の天ぷらそばをいただいちゃいます。デフォでお揚げとかかまぼことかが乗ってるの嬉しい。満足したので、引き続き流れ作業のように東に舞い戻る旅行を続けます。なんか遅れてるらしいんですが、次は19時11分発の浜松駅、浜松駅を新から待ちわびている客で、豊橋駅のホームは埋め尽くされていました。さも当然のように座ることは叶いません。乗るたびに思うんですが、この区間で天黒確保するのって運用的にも競争率的にもきついよね。静岡県の湖西市を過ぎ、不名誉なほど暑い浜松市の弁天島駅に到着です。西に突き出していた半島が室町時代の明王地震でぶっつり切られて誕生したこの島、文字通りの離れ小島スポットですが、東海道線が通るとなると、さながらクラスのマドンナみたいに乗る人の目をえいさほいさと引く始末なので、駅をよこせとつらつら述べたら、鉄道省も二つ返事で、1906年夏だけ泊まる臨時駅としてデビュー、夏だけ姿を見せてくれるって設定、なんかエモいですね。そういうコアなファンの力もあってか、その6年後には1年中会えるように、ですが1930年代、他の駅と名前がだだかぶりしているのを口実に、鉄道省が弁天島駅の名前を変えようとします。前坂界隈からしてみれば、400年仕込んだ弁天島の名声というタレに、突然カレールーをぶち込まれるようなもんです。なので、ネームバリューと地域の損得感情とを前面に押し出して、クレームを送りつけたのでした。それで、今の今まで駅名が変わらないどころか、某天使と悪魔のアニメの聖地にもなるほどにまでのし上がりました。奈落とは、真逆を行く弁天島駅から、3駅ほど進んだら浜松。思い入れのある町なんですが、最近 1000km クラスの旅行に慣れすぎていて、せいぜい 250km しか離れてない東京と浜松って、事実上同じなのではと思い始めています。サクサク進もうね。次は、19時54分発の静岡駅。車両は313系の8000番台。まるで生体から出てきたかのような、しゃらくさい見た目ですが、実態は、名古屋でセントラルライナーを歌い、金を巻き上げながら走っていた有料列車。元有料列車なだけあって、内装のグレードは一級品。さも新しそうに8000番台を名乗ってますが、あくまで格別って意味で作られました。実際は1999年から走り続けている、豪快なミスディレクション車両です。座れれば、
特急クラスの内装を体で受け止め、揺れずに浸ることができたのですが、機器とかは他の313系と同じなので、座れなかったらもはやお飾り。加えて、向こうのドア側では、静かな耽美が繰り広げられています。わかりやすく言うと、カップルの方が、じっと無言でキスしたり抱き合ったりしてます。おぞましく覚醒の感、座れなかっただけなのに、時間のルーズさどころか人生までも、なじられているような気がしつつも、アクトシティに背を向けて、19時54分、浜松を出発です。あくまで特急列車の内装をパクりたい、って思いで作られたので、373系特急ご自慢の、ちょっとしたパーテーションもついてます。見ての通り、完全に客室とデッキを仕切っており、向こう側が全く見えません。座れました。そんで花火も見えてきました。多分、袋遺煙臭の花火ってやつです。上野を出るときは、花火の幻想を、花から嫌っていたもんですが、こうやって、目の前の空で火薬が爆散すると、多かれ少なかれ美しいと思うもんです。せっかくクロスシートにありつけたので、鬼弁を食い尽くしましょう。自称亭が売り出している、おにぎりと弁当の中間くらいの立ち位置の何かです。それこそスマホサイズと銘打って、浜松駅内のあらゆるところで宣伝しています。そのキャッチコピーに高わず、14年前の iPhone みたいなサイズ感してます。ほんのり辛めな中に、プリプリのエビと、まろやかな甘酸っぱさが合わさって、サクッと平らげられてしまいました。ごちそうさまでした。と言っている間に、次の停車駅が静岡。313系の0番台の座席幅は 875mm と、お世辞にも広くはないんですが、この8000番台は 910mm と、まあ、特別車相応に広いです。なんなら背もたれも、333系特急のグリーン車張りの高さしてます。特急クラスの設備をことごとくねじ込んでいるっていうのは、伺い知れるかと思います。それでも、転換クロスなのに金を取っていたという、表層的なところしか見ない思考回路の方々からは、銭取られるライナーなどと揶揄されたのが、なんとも惜しい車両です。ただし、座席の快適性は二の次、静岡地区を地獄たらしめている諸悪の根源が、次の列車として待ち伏せしています。てわけで静岡駅到着、明らかにレポートやるのに、うってつけな車両だった気がするんですが、なんかもう、どうでもよくなっちゃいました。明日やろうっと、お次は211系、ロングシートなのは高崎で見たやつと同じですが、こいつにはトイレなんて贅沢な設備はございません。熱海まで行ってくれる最後の普通列車なので、トイレのため降りて次を待つだなんてやり口はできません。社会的地位と尊厳等をかけて、21時14分、静岡駅を出発です。一気に検討に出て、沼津、小田原であぐらをかいていた北条氏に中指立てるべく、武田氏が城を構えたちです。沼津でも、夏祭りと花火大会があったみたいで、普通に鬼ほど混みました。行くべき日付を完全に間違えた気がしますが、時間という腹水は本に返ってきません。開業当初は、信号所になる予定だったけど、要望が強くて駅が置かれた神奈美を出て、湧き水問題でごたごた揉めた、丹那トンネルに突撃します。足の子3つ分が漏れ出たというくらい、工事が険しくなった湧き水ですが、その湧き水と神奈美駅前の地形を出しにして、ベニマスの養殖を行った人もいたそうなので、駅なり養殖業なり、この神奈美町は、漁夫のりに満ち満ちている気がします。電波がつながるとはまことしやかに聞いていたけど、やっぱり大してつながらなかったトンネルを抜け、尾崎紅葉が綴った金色夜叉で話題になった神奈川県熱海市を出ます。タイトルの通り、拝金主義者の畜生恋愛模様を描いたお話です。てわけで熱海、海から温泉がぶっぱされ、海水がファッキンホットになり果てたのが地名の由来。熱海温泉って字面そのまま受け取ったら意味が重複しているよなぁと思いながら、これを伸ばすと東京に舞い戻れなくなるという焦燥感に駆られ、22時35分発の品川駅へ。草木と初太郎も眠る牛密時でも、まだ岐阜を来てそうな22時半とかでも、東海道は貨物輸送をとことん見ない、アクセクアクセスしております。熱海を出発、真っ昼間だったら、首都圏によだれと舌を垂らして服従している熱海の街も、終電ギリギリの時間帯ともなると、じめっとして鬱蒼とした雰囲気が救います。具体的には、車窓南側に見える相模湾くらい鬱蒼としています。100年前の関東大震災で、下り列車と120人もの乗客を飲み込んでしまった、残酷な海を右手に、大幹線だとか関東地方だとかいう大いばりも、そ知らぬ顔する無人駅の根府川駅に到着、続けざまに、デカ提灯が駅前にぶら下がる小田原。平日は通勤客で、休日は江ノ電にひしめく観光客で、常日頃から、一丁前の人口密度を誇ってそうな無事さは、貿易額トップクラスの港を誇る、横浜駅を出ます。最初の横浜駅は桜木町付近にあったのですが、小田原まで行くのにスイッチバックがかったるい。それで、今の高島町駅付近に横浜駅を置いたけど、これまた関東大震災で台無しに、そうして、今の場所に駅舎が建てられました。あと5年くらいで、現駅舎も100周年を迎えます。これは余談ですが、横浜駅からは、鬱蒼としたムードが急に消え、代わって大学生が乗り込んで、一気に明るくなります。にもかかわらず、相変わらず、じめっとした空気がはびこっているのは、気のせいではないはずです。そうして神奈川県を抜け、
最後の停車駅は品川。もうすでに18切符の期限である0時は回っているのですが、東京の電車特定区間という18切符が終電まで使える小粋で小尺なエリアに突入しているので、ラスト山手線で上野まで。なんで東京上野ときて駒込なんだ。中部地方を一周して戻ってくるんだから、ちゃんと一周して戻ることにします。というわけで、延々と東京という狭い世界を回り続ける山手線にいざ乗車。いにしえの品川駅は東京湾すれすれのど田舎でした。ど田舎尺度で言ったら田町もそうで、江戸時代に田んぼが駆逐されて町になってってところから田町の名前が来てます。隅田川の土砂をかっさらうとかの作業の産物で、20世紀の最初にこの辺りは埋め立てられたどころか町ですらぬるいレベルの日進月歩が繰り広げられているのが、なんとも東京風情といった感じです。東京人の感性はそれとは対照的にむしろ退化している気がしますが、時代とともにぐるりと回る山手線からしてみれば、もはやそんなの気にかける要素ですらないのかもしれません。ってわけで上野です。19時間半ぶりの上野です。東京から北陸なんてのは非常に遠いものでした。ですがそれも新幹線の開業でライトな観光客にとっても身近なものになりました。そして今京阪神からももっと身近に、もっと手軽なものになろうとしています。並行する在来線は JR から切り離されますが、地元志向の色合いが強くなると考えれば、個人的にはそれもまた鉄道の在り方としてはいいんじゃないかなって思います。2024年春まで限定のエクストリームな周遊旅ですが、気が向いたら皆様も旅はパス片手に北陸を在来線で巡ってみてください。私は終電逃したくないので、これからフルスピードで帰ります。では終わりましょう。お疲れ様でした。